はい、お疲れ様です。5月の6日の日曜日、ゴールデンウィーク終わりました。お疲れ様でーす。おはようございます、マチーさん。なんか食ってる。はい、じゃあ今日はね、公認大会がね、シャカパチ禁止大会だったんですけどね。はい、その辺についてどうですか、マチーさん。疲れました。まだもそもそ言ってる。そうだね、いろいろね、いろんなご意見があったと思うけどね。ご意見もそうなんですけど、うん。やっぱオープン大会でいつも見ない人が減ってる。そうだね、うん、結構遠方からのお客さんなのか、はい、いましたね。ごめんなさい、ちょっと今ご飯を。そうだね、お菓子食べてたね。うん、食べてるんで、ごめんなさい。はいはい、いやいやいや、どうでした、ふみふみ、そして家ぶりさん。そう、俺家間こういう大会初めてだったんですよ。そうなの、マジで。マジで、それ家間のなんか、うん、なんていうんですか、人集まる大会初めてだったんですけど、うん、ありがとうございます。めっちゃ緊張した。緊張した、結構勝ってたよね。運が良かったっす。もう謙虚なんだから、もうこれせいやさんならもっと図に乗るところだろうな。3体目に投げられてドラゴンサイン出てサバーク立てて相手盤面からしてチェンジしてミラダンチってウェーって言ったらなんか凝って、おい凝ってたおいみたいな。いや本当に運良かった。よく分かんないけど、まあついてたってことな。よしよし、めっちゃ運良かった。あ、円垣さんは、あ、今日はあ、CS か、 CS 勝ったの、かわいそうなの。まあ本当に言ったから。あ、本当に言ったから。ああ、まあ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 。まあまあまあ。みんなとりあえず。一応ね、家無理は出てないもんな、今回のバイトで間に合わなかったです。はいはい、お疲れ様でした。そう、最後のね、撮影とかを手伝ってくれただけですね。おまち食べよったかな。はい。はい。で、なんかありますか、こう考察を最後の。やったのはいいんですけど。うん、裏の方は正直見てなかったんで、うん、あ、そうだね、放送してるとこだけだよね、チェックしたのは。まあそうですね、実際にそのペナルティーがなくてもなんかこうちょっとでもこうやめようっていう動きがあったのならそれでいいかなって気はしますね。それでもなんかそういう感じでやりますって言っちゃうとどんどん緩くなっててみんなまたうるさくなってるので、まあ一応名目上はちょっとやったら失格にしますよっていうふうにしといて、まあでも実際のところはまあ僕らがちょっと注意するぐらいで、本当に言うこと聞かないやつだったら、そう、君はできんねみたいな。何か態度が非常に悪い人を追い出すための理由付けとしてね、そういうものを用意してもいいかなと思ったんですけどね。そうですね、そういう感じで、はい、お願いします、うん、じゃあまた今後もそういう感じでちょっとぼちぼちやっていく感じで、あんまり真似しないようにね。特に小学生大会でね、あんまりちっちゃいのに真似しだすと良くないもんね、うん、ちっちゃい子が本当に、うん、真似する子多いんで、はいはいはい、本当にいろんなこと見てるんで、ね、真似されると困っちゃう。そうそうそう、はい、かっこいいと思ってるとね、いけないもんな。そうです、はい、まあ今日は、ね、うん、真似するのはデッキとフレーミングとか戦略とか、はいはいはい、そうですね、まあ、悪いところは真似しないように。悪いところは真似しないでください。はいはい、せいやさんみたいなね。せいやさんはもう別の意味ではいろいろ悪いですよ。はい、はい、じゃあそういうことでした。じゃあ今日はね、実験的だったけどいろいろ面白かったんで、はい、また次回やりたいと思います。はい、はい、じゃあゴールデンウィークお疲れ様でした。皆さんもお疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、失礼します。